これはヤフーオークションに出ていたペットボトルのまま収穫できるイチゴ苗ということでどの程度の収穫ができるのか興味を持って落札したものなんですが2リットル ペットボトルだと思うんですが、ペットボトルの中に、まあ、ご自分で配合した、やや砂地気味の土が入ってるんですね。それで、下の方を見ますと、こういう穴、 を四隅に開けてるんですね。それから、いちご苗を植え付けた株周りに、ちょっとした紙で覆いをしてありますね。 冬の間は外に外の玄関横にあるシェルフに乗っけて水やり管理だけしておいたんですねまあこのままでもある程度の収穫はできるとできると思うんです こちらの方にですねしきなりいちごを穴を開けないで畑の土を入れてそこに苗を植えつけてまあこれはもうすでに何個か収穫して水やりと ガラス戸越しの関節日光だけで小粒ながら美味しいごが収穫できたんですよねギリギリまで収穫しないで置いておきましたから非常に濃密な味わいでただこういう環境ですから 大粒にはならなくて小粒だったんですが、まあ、ちょうど家内の誕生日の時に2粒赤いのができてたので1粒ずつ食べたんですが、まあ、家内もとても美味しかったと言っていました私も、まあ、とても美味しい イチゴだなと思ったんですがね肥料とかなくても関節日光と水管理だけでギリギリまで収穫を待つと大抵のいちごトマトなんかは甘みが凝縮した感じになって美味しいんですよね。それで ここにあるのは形がよく定まらなかった愛知ファーストトマトの3月初めの最初の収穫なんですがこのように コップに水を入れて、入れてみたら完全に沈んでるんですね。一応、沈んだアイチファーストトマトなんですよ。形がちょっと、尻の方がとんがって欲しかったところがあまりとんがらなかったんですがね。 あとで食べながら種を取り出してまた発種しようと思ってるんですがもちろんいろいろな作物は基本的には私は路地植えで自然の成り行き任せの日照降雨風に任せるようにしてるんですが。 まあ、室内で、時折、破種したり、育病したり、あと、関心を持った栽培法の落札苗がどのように収穫までこぎつけるものか、観察して、それをヒントにして自分なりに、 別な栽培法を考えてみるときの参考学習教材みたいにして部屋に置いておくことがあるんですね。割と元気そうなペットボトルいちご苗ですよね。 アイチファーストトマトは今年も結構種まきして苗を育てているんですが路地上で割れないでできるような環境を見つけてできれば路地上で多少雨が当たってちょっとは 花肥が裂けてもですねやはり路地栽培で行きたいなと思ってるんですがね